こんにちは、マースケチャンネルです。あさってはですね、久しぶりに七輪を使って、ちょっとしたねアウトドア、今ね、世間ではコロナで活動自粛ということで、皆さんね、家にねいる方もね、いらっしゃると思いますけれども、僕はですね草刈りをやりまして、その後ちょっとね、軽く焼肉でもやろうかと思ってお肉も買ってきまして、その時ですね、何かコーヒーでも入れたいなと思った時にですね、ふと思い浮かべたのがですね、アラフィフの俺がですね、小さい頃でもないか、学生の頃、見た、劇場版さよなら銀河鉄道999で、レジスタンスがですね、その中には主役の、ね、鉄郎もいましたけれども、銀河鉄道999なんていうのはもう遠い昔だなんてね会話してる時にですね、みんな焚き火を囲んで、お茶を飲む、ね、飲んだり葉巻をね食い出したりしてる時にのイメージで、もともとイメージで飯盒を使ったようなイメージだったんですけども、改めてですね、うちに DVD とかありますので、見たら飯盒じゃなく、ポットを使ってね、お湯を沸かしてたんです。そのポットの感じがね、ちょっとかっこよくて、うちにないかなと思ったらですね、もうちょっとほこりをかぶってたので、今洗ってみたんですけれども、ちょうどねそのアニメに出てくるようなスチールですかのポットが家にありましたので、早速これからずっとねこれを使ってお湯沸かしをしまして、コーヒーを飲もうかなと思ってます。これいつの時代ですかね。で、買ったのかもらったのかも分かりませんけれども、これここにですね蓋がありまして、で これもね蓋なんですけれども、こういうふうにで、この仕切りがね、見えますか、ここに仕切りがありますよね。だから例えばここにお茶っ葉でも入れて、ここでお茶っ葉が流れないようにするとかなんですかね。この仕組みがよくね分かりませんけれども、これいいのうちにあったなと思って、品質、推奨と書いてあります。じゃあちょっとねこれをぐるーっと回しまして、でこれ持ち手のところなんでこう二重になってるんですかね。これなんか動くのかなと思ったら動きませんで、はい、でここ蓋ありましたね、はい、これを使ってお湯を沸かしして、コーヒーでも飲もうというふうに考えています。本当はね元ワイルドに飯盒を使ってお湯を沸かそうと思ったんですが、時間があればね家に今ちょっとパスタがあるので、飯盒を使ってね、パスタもねこうお昼の頃なんで、茹でてみようかなと思ったんですけども、ちょっとコーヒーでも飲みたいなと思った時にこれを、見つけましてやってみようかなというわけです。ということで今回は、アウトドアの、湯沸かしに使うポットを探してみたという、動画でした。この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。